レモン。レモン、レモン、学名、は、ミカンカミカン族の常緑低木、またはその果実のこと、柑橘類の一つであり、中でも、主に酸味や香りを楽しむ、いわゆる高山柑橘類に属する。レモンの禁煙種の一つ、シトロンの別名がで、クエン酸の名はこれに由来する。原産地は、ヒマラヤ東部。樹高は3メートルほどになる。枝には、 棘がある。歯には厚みがあり菱形、もしくは楕円型で、円は巨子状。紫色のつぼみをつけ、白ないし、ピンクで強い香りのするご花弁の花を咲かせる。果実は開花後約半年で成熟。果実は防水系、ラグビーボール系で、先端に乳頭と呼ばれる突起がある。最初は緑色をしているが、熟すと黄色になり、ライムにもよく似ている。 果実の上脳、脳は固めで10部屋程度に分かれている。レモンと名は付いていても他の柑橘類と交雑した品種、マイヤーレモンやサイパンレモンなどでは、幸い環境で果実の形が変わりやすく、休憩に近いものや、こなすとオレンジ色になるものもある。レモンは柑橘類の中では、色先き性の強い品種である。鉢植え、 路地植えのいずれでも栽培が可能であるが、早期の収穫を目指す場合は、鉢植えの方が早く開花結実する。栽培品種の増殖は主に、継ぎ木、差し木で行われる。日本では、リスボン種とユーレカ種の栽培が多い。このほか、インドで広く栽培されるガルガルや、イタリアで主に栽培されるフェミネロ、スペインで多く栽培されるベルナなど、 様々な品種が存在する。レモンの香りを有する植物の名前に、レモンと付けられることがある。レモンの原産地は、上記の通りインドのヒマラヤ山麓である。レモンの原種であるシトロンは、古くから地中海沿岸において盛んに栽培されてきたが、レモンが栽培され始めた当初は、シトロンと混,混されることも多かったため、どの時期に栽培され始めたかについては、不明な点も多い。 ただし、イスラム帝国の成立以前にサーサーアンアサ、ペルシアにおいて、ペルシア人が栽培していたことは、ほぼ確実あり、サーサーアンアサを征服した、アラブ人たちもレモンを取り入れ、大々的に栽培するようになった。レモンが独立して文献に現れるのは904年のことで、アラブ人の農業書に、シトロンと区別されて記載された。9世紀には、 イスラム帝国が征服したシチリアにレモンが持ち込まれ、以後シチリアは現代にまで至るレモンの大産地となった。11世紀にノルマン人がシチリアを征服したことで、レモンはヨーロッパに持ち込まれた。しかし、緯度の高いヨーロッパのほとんどの地域ではレモンを栽培することはできず、レモンや柑橘類は富の象徴とされた。15世紀には、 イタリアやスペインで盛んに生産されるようになった。17世紀に前世紀を迎えたオランダでは生物画が盛んに描かれたが、中でもレモンはその高級感から人気の題材であり、レモンを中心に描いた多くの生物画が現在でも残っている。同じく17世紀にはフランスを中心にオランジュリーと呼ばれる柑橘類栽培用の温室が富裕層の間で、 建設されるようになり、レモンもこの温室の中の主要な樹木の一つとなっていた。17世紀半ばには、イタリア北端に近いガルダ湖の北西岸に位置する、リモーニするガルダに、ヨーロッパ最北のレモン農園が作られた。ガルダ湖畔は温暖な気候だが、レモンが自然に生育するほどではないので、リモナイや、レモンハウスと呼ばれる、悲観用の小屋を建て、その中にレモンの木を植え、 夏は屋根を外し、冬はレモンの木ごと屋根で覆って、冬を越させた。このレモンは、レモンの取れない、アルプスイ北の人々に珍重され、蒸気船と鉄道の登場によって競争力を失う19世紀末、までの200年以上の間、この地区の重要な産業となっていた。またこうしたリモナイアは、ガルダ湖だけではなく、コモやルガーノといったイタリア北部の湖水地方にわたって、広がっていた。 近代においてはその医療効果が着目された。1753年、イギリス海軍省のジェームズ・リンドは、解決病が食生活から来ると推測し、実験によってこれを証明した。この実験の中で、レモンやレモンジュースが解決病に効果的であることが発見された。もっとも、リンドの実験はあくまで食生活と解決病との関係性を立証するものであって、 レモンの他にも多くの食物が推薦されていた。1768年のジェームズ・クックの第一回公開において、クックはこの結果をもとにザワークラウトを大量に積み込み、またレモンなど柑橘類を食べることを奨励することによって3年間の長期公開にもかかわらず、解決病で一人も命を失うことなく、公開を終了し、この実験の正しさが認められた。その後、 1795年にはこれらの結果をもとに、イギリス海軍は、自国の感染にレモンジュースを積み込み船員に配給することを義務付け、これによって、イギリス船員の解決病患者は、1780年から1795年の24%から1798年から1806年の11%にまで激減した。こうしたレモンは、 ラム酒のカクテルであるグロックと組み合わされて船員に提供され、これによってグロックのレシピにはこれ以降レモンジュースが加えられるようになった。また、こうしたレモンの解決病への効果の立証と船舶への積み込みの義務付けはレモンの消費を拡大させるかけとなり、レモン農園は各地に拡大していった。レモネードは古くからレモンによって作られてきたが、 レモンが高価な時代にあっては、レモネードもまた高価な飲み物だった。しかし1630年代に入ると、砂糖とレモンの供給拡大によって、フランスレモネードが一般的な飲み物の一つとなった。この時代のレモネードはしばしば酒を混ぜられていたが、19世紀のアメリカにおいては、レモネードは禁酒運動と結びつき、ノンアルコールの飲料となった。このレモネードは、 健康的な飲み物として1870年代以降、消費が拡大した。レモンは寒さに弱いため、栽培的地は冬暖かく、夏に乾燥する地域が適しており、このため世界の大産地には、イタリアやスペイン、南カリフォルニアなど、冬季温暖、夏季乾燥の地中海性気候のトロが多い。日本での栽培地は、温州みかんなどの柑橘類の栽培地と同じく、 西日本の団地であるが、中でも特に蒸気条件に当てはまる瀬戸内海地方で栽培されることが多い。体感性はマイナス2摂氏4度までであり、それを下回ると故死することもあるため、風の強い地域や下の降りる地域では寒さ対策が必要となる。トゲの多い品種では、トゲで実に傷がつきやすくなり、 海洋病の原因となりやすいので風の少ないところで栽培するか、長い棘を切ってしまう必要がある。レモンの葉は柔らかいので虫がつきやすく、アゲハチョウなどの幼虫にはレモンの葉を植生とする種がある。こうした食害もレモンの重大な脅威の一つである。潮風に強いため、海岸沿いでの栽培も可能となっている。レモンの木一本で100個から150個ほどの果実が取れる。 栽培される種類も比較的豊富である。世界では1位から順番にインド、メキシコ、中華人民共和国、アルゼンチン、ブラジル、スペイン、トルコ、アメリカ、イラン、イタリアとなっている内部も順位に含む。レモンの世界生産は1位のインド、2位のメキシコ、3位の中国の上位3カ国で世界生産の44.4%を占め、 ほぼ世界生産の半分近くを占めるる。形となっている日本の主な輸入国はアメリカ合衆国であり、アメリカとチリの2国からの輸入が97%を占める。果実として輸入されるほか、レモン汁という形での輸入もある。レモン汁の多くは濃縮された後凍結させて輸入される。柑橘類であるためポストハーベスト農薬が問題視されている。 なお、バナナやオレンジ、レモンなどの輸入果実を、卸売市場で取引するときの単位は、カートンといい、レモンは1カートン140個である。産地として、古くから名高いのは、イタリアのシチリアやアマルフィなどである。また、フランス南東部のコートダジュールにあるマントンの町では、毎年2月中旬から3月上旬にかけて、レモン祭りが開催され、各地から、 観光客を集める。この祭りは毎年違ったテーマを設定し、町の特産品であるレモンとオレンジを使って、そのテーマに沿った様々なオブジェを街中に作っていくことで知られている。アメリカでのレモン栽培は、フロリダとカリフォルニアが主な産地であったが、品質は低いものだった。しかし1890年代以降、多くの特納の手によって、 カリフォルニアのレモンの質は急速に向上し、それに伴って生産量も拡大して、世界最大の生産地の一つに躍り出ることとなった。1893年には、南カリフォルニア製菓共同組合が設立され、サンキストのブランド名と共に、オレンジやモンの質の向上、販売促進に努めた。南アメリカにおいては、ブラジルではレモンが古くから、盛んに生産。 消費されていたが、20世紀後半に入ると、アルゼンチン北部において、レモンの栽培が、急来し、世界の主要産地の一角を占めるようになった。日本のレモン栽培は、明治6年に、静岡県で栽培が開始され、明治31年には、日本のレモンの主産地である、広島県の芸与諸島に、和歌山県から、レモンの苗木がもたらされた。 食生活の8日に伴いレモンの消費は増え続け、換金作物として、瀬戸内海を中心に広く栽培されるようになったが、1964年にレモンの輸入自由化が行われたことで海外から安いレモンが大量に輸入れるようになり、日本のレモン栽培は大打撃を受けて生産が激減した。さらに1976年と1981年には、主産地である、 広島県諸島部が寒波に襲われ、生産はさらに縮小した。1982年にはレモンの生産は500トンを割り、国内のレモン消費はほとんどが輸入品によって占められるようになった。しかしその後、食の安全や高い品質を消費者が求めるようになり、輸入レモンのポストハーベスト農薬問題が注目を浴びるようになったこともあって、国産のレモンは人気を回復し、 生産も全増。2014年の日本国内での生産量は約9400トンにまで増加している。栽培本数が少ないため、日本国産のほとんどは地産地消されている。日本国産は日本国外産のようにポストハーベスト農薬の心配がなく、特に無農薬物は日本国外産に比べて2倍から4倍の高値で引きされる。 収穫は日本においては主に11月から12月にかけて行われるが、レモンはもともと四季なりの果実であり、年間通じて収穫することが可能である。この場合、春に咲いた花は秋に結実して収穫され、夏に咲いた花は越冬して、翌年の春に収穫。秋に咲いた場合はやはり越冬して、翌年の夏に収穫される。日本においては、秋の収穫が主流であるのは、 冬の寒さが厳しく果実を越冬させることが難しいからである。レモンは本来気候や場所により単径が1 0トルを超える大きさに成長する大型の果実である。ただし日本の場合大半がレモンティーなど生殖に用いられることもありティーカップの大きさを超えるような大きさの果実は調整、選別されており大型のレモンが流通することは あまりないが、日本国外では、ジュースなどの加工用途も多いことから、大きさが不揃いのまま出荷され、流通している。また、このためにレモンを木の枝で成熟させることは、あまりなく、多くは未熟化を収穫して、エチレンガスで追熟させ、可比の色を黄色くしてから出荷される。ただし、可比の色は、味や品質にはさほど影響はなく、可比が緑色である。 グリーンレモンも流通している。国内での生産量1位は広島県であり、国内生産シェアの約61%を有する2013年。県では各企業とのコラボ商品開発等に力を入れており、瀬戸内広島レモンとして全国に出荷されている。広島県でも特に尾道市の育地島、旧瀬戸田町や呉市の大崎下島。 旧豊鷹町の大町地区などが名高い産地である。ついで生産量が多いのは愛媛県であり、国内生産シェアの約21%を有する2013年。愛媛県で特にレモン生産で知られているのは上島町の岩き島、旧岩き村であり、青いレモンの島をキャッチフレーズに生産振興と観光開発を行っている。また、 運州みかんの生産量が多い和歌山県でも栽培され国内生産の5%を占めて第3位となっている2013年以下2013年の生産量は4位が熊本県 2%5 位が三重県3.5%であったこのほか佐賀県静岡県神奈川県宮崎県香川県長崎県大阪府高知県 大分県、千葉県、鹿児島県、愛知県、東京都、小笠原村、福岡県、兵庫県などで栽培が見られる。レモンの最も重要な用途は、果汁を食用に利用することである。レモンは、非常に酸味が強く、pH は2を示す。レモンを絞るには、手で直接絞るほか、専用のレモン絞り、スクイーザーが用いられ、山型のほか、末広型、 扇形やうぐい姿などの種類がある。また、てこの原理を応用し、ハンドルを握って、果汁を絞るレモンプレスが用いられることもある。果汁を絞ってそのまま食事やドレッシングとして、使用するのが最も一般的であり、果実のまま料理に添えて、食べる際に果汁を絞り、唐揚げやとんカツなどの揚げ物や生柿、サンマなどにかけたりされる。近年の研究で、 レモン加汁中に豊富に含まれるフラボノイド、特にエリオシトリンが食後の脂質代謝に非常に有効に関わることが明らかになっており、油物に添えることの意義がはっきりしてきた。また、そのままかける他にもポン酢やドレッシングに加工して使用されることもある。レモンの生産が多い国々の中でも、イタリアやスペイン、ブラジルなどはレモンを料理に多用することで知られており、 様々なレモンを使用した料理や飲み物、カクテルが存在する。また、砂糖と合わせると爽やかで甘酸っぱい味となり、生果材料としても好まれる。ジュースやレモネード、レモンスカッシュなどの清涼飲料水に加工したり、レモンゼリーやレモンタルト、レモンメレンゲパイなど、レモンを使用した菓子は数多く存在する。酸味をそのまま利用するほか、 味に強みを持たせる目的で、調理や成果に使われることもある。また、レモンジュースはカクテルにも多用される。薄く輪切りにした果実は、紅茶の風味付けにしたり、レモンティー、切り込みを入れて、グラスの円に刺し、コーラなどの炭酸飲料やカクテルの飾りにされる。ただしコカ・コーラ社のコカ・コーレモンは無果汁である。また、レモンの塩漬けはモロッコを中心に、 地中海地域で広く使われる調味料であり、2014年頃から日本でも塩レモンとして各種メディアで紹介され、広まりつつある。ペルシャ案を中心とする地域、イラン、イラク、レバント、湾岸諸国では星レモンを煮込み料理やスープに用いる。丸ごと薄切り、粉末とその形は様々である。レモンは香りの強い果実のように思われがちだが、 香りそのものは皮の部分に大きく依存しており、皮を十分に除去してから得た果汁は純粋な酸味料として利用できる。これを活かして、クワザケやバナナ種のように酸味を持たない果実を用いた果実酒の製造の際に皮むきレモンの輪切りを添加して酸味を加える。神奈川県小田原市では焼酎の水割りにレモンをカットしたものを入れる。水レモンがあり、水レモンバルが、 毎年開催されている。レモンの砂状は一旦果肉から取り出した後、レモンジュース等に入れられることがある。この場合、砂状の粒ぶによって特徴的な風味や食感をつけることができる。柑橘類はビタミン C を豊富に含み、酸味の強いものほど含有量が多い傾向にあるため、レモンは大量のビタミン C を含んでいると思われがちだが、実際には、 柑橘類の中でも、グレープフルーツや、ユズド、柑橘類以外では、キウイフルーツやアセロラ、ブロッコリー、パセリなど、レモンよりもビタミン C 含有量の多い食品がある。しかしレモンが、ビタミン C の豊富な果実であるというイメージは、コールフしているため、飲料水や菓子、サプリメントなどで、レモン何個分のビタミン C 含有などと単位のように、使われることがある。 レモン1個分のビタミン C は2 0ラムを基準とするよう1987年に農林水産省のビタミン C 含有菓子の品質表示ガイドラインによって定められたがこのガイドラインは2008年に廃止され現在では効力を持たないしかしそれに代わるものとして社団法人全国清涼飲料工業会がレモン果実1個あたりのビタミン C 量表示ガイドラインを定めし 以前の農林水産省の基準と同量の2 0ラムをレモン1個分のビタミン C として再び認定した。ビタミン C 欠乏症である解決病の対策として長期航海する船にレモンを積み込むことがかつては盛んに行われていた。また、ビタミン C の捕獲塩酸も多く含んでいる。非食用の用途としてレモンの果実に、どう 亜鉛などの電極を差し込んで簡易な電池にするレモン電池という理科実験がある。他の食品でも実験が可能だが、レモンが用いられることが多い。レモンの皮には他の柑橘類の皮と同じくペクチン型量に含まれるため、マーマレードに加工することが可能である。また、身をくり抜いたレモンの皮の中にゼリーなどを流し込み菓子とする子もよく行われる。 調味料として用いられることがある。広東料理のヘビスープでは定番の薬味となっている。レモンには大量のクエン酸4%から8%が含まれており、これを利用して水垢や汚れを落とすことができるため、家庭内で掃除に用いられることがある。また、リンゴなどの切り口が褐色に変色しやすいものにレモン汁をかければ変色を抑えることができる。 酸性を示すことと、還元作用のあるビタミン C を多く含むことから、美白、美顔用の材料にも用いられることがあるが、効果は不明である。むしろ、皮膚炎を起こすリスクもある。レモンの皮には、D、リモネン、リモネンというテルペン系炭化水素が含まれており、レモンの香りの重要な成分となっている。レモン以外にも、 温州みかんやオレンジなど他の柑橘類の皮から盛ることができ、香料や天然物由来の溶剤として利用されている。具体的には、油汚れを落とすための洗浄剤や、ガム剥がし用の溶剤の成分として使用されるほか、発泡スチロールをよく溶かすため、発泡スチロールのリサイクルに利用される。火費を低温圧作、または水蒸気蒸留することで精油を抽出する。 抽出法によって成分組成は異なる。低温圧作法で得られる精油の香りは非常に短時間しか持続しない。精油は方向アンモニアスピリットや合成オレンジスピリットのような湿布薬や咳止め薬の成分として利用されている。レモン油、脱テルペン処理がされたレモン油は食品、飲料に香料として添加される。市販品は非常に偽話が多く、 蘇生、活性、効能は大きな差があり、ニセ濃厚で感察性も高まっている。圧搾法の精油には、フロクマリンを含有し、感察性、高毒性の可能性があり、皮膚への使用は推奨されない。香りだけ楽しむのなら有害作用はなく、リラックス作用があることが脳波で示されている。非常に多くの薬効が検伝されているが、レモンのハーブとしての効能や、 レモンジュースに関する情報が混同されており、懸念される多くの症状を軽減させる作用が、レモン油にあるとは考えにくい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。